はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜこの動画からいきなりこのチャンネル見た人、このチャンネルはやばいと思うんですよね。まあちょっともうパジャマですけど、今日ねちょっとね、僕ね、進化します。というのもね、まあなんか今までテカシーズ TV ね、テカシーズ TV をねやってきたわけですよ。テカシーズ TV とテカシーズワンピースチャンネルやってきましたけども、なんか最近ね、まあ落ち着いてきたっちゃ落ち着いてきたと思うんですよ。ただ悪く言うと、やっぱなんかね、自分でなんか型にはまってるなっていう気がするんです。というのもまあチャンネルがだんだん大きくなってきましたよ。ありがたいことですよ。これもうほんとみんなのおかげです。でまあ大きくなっていく上で、なんかああしなきゃこうしなきゃっていうか、いうなんかね、そういうね、自らそのプレッシャーをかけてたというか、なんか昔みたいにこれあげたいあれあげたいとかよりも、あれあげなきゃこれあげなきゃってなんかなってたんですよ、自分の中で。まあ何が言いたいかっていうと、まあすごい自由にやっていいのに、なんかね、自分でこうネタとかをなんかね決めてやってて、なんかねちょっと違うと。でちょっとね、まあ昔の動画とか見たのよ、自分の。あのね、やっぱ自由にやってました。まあこんなこと動画にしてなんだっていう話なんですけど、まあ自分の中の問題です。自分の中でなんか自分でいい意味に、いい意味でちゃんとしたものをやらなきゃっていうことが、なんかもうグッていう枠にしちゃって、自分がそこから出ないみたいな状況になってました。それじゃいかんと。 YouTube を目指すなら、もっと自由に本当にもうやりてえと思ったこと全部やればいいんですよ。で、あとまあそれで、まあ要は自分でこうしちゃうから、そのネタをどんどん激戦しすぎてネタがないみたいな。まあネタがないからこそ、まあゲームをじゃあ一緒にあげちゃえつってやってたんだけど、まあこういうことですよ。ちょっとまあゲーム上がってるとこうなるんじゃねえかってちょっと思ったことをちょっと見てください。暇なので YouTube を見ましょう。あ、たかしーず TV、 これは何です？ふふふ、面白い。ふふ、面白い。ふふ、面白い。チャンネル登録しましょう。よし、この間チャンネル登録したたかしーず TV を見よう。新しいの上がってるかな。新しいマイクだ。あ、こういう TV みたいな、こういう TV みたいな動画じゃない。マイクだ。え、マイクだ。なの、パート 7? パ、1からもう一回見なきゃいけない。パート 7? パート 7? マイクだ以外も上がってるかもしれないから、次のを見よう。どれどれ、上がってるかな。窓の家？ま、窓の家？で、パート8? ラスト？パート 8? これ、いつか、おっと、ホラーとか、ホラー見えないっす。こう、コンピフみたいな、こういう TV のが見えたらいいんだけど、ちょ、あ、ちょ、上がって、お、ちょ、これも、もう、こう、チャンネル登録解除しようかな。これも解除しよう。解除。はい、解除しますね。解除。はい、解除。まあなるよねって思った。そう、最近ちょっとまあケイさんとも話してたんだけど、興味ないけどね、ケイさんとも話しててそう思って、なのでだったらもう TV をもう変革しようと。なんかこのままいったらどんどんこうなんかちっちゃくなっていく気がして、自分が。だからもうドーンともう全部自由にもうやりていいようにやろうと。もっとまあなんて言うんだろうな、まあ緩い動画ももっとアップしつつ、まあ頻度も上げたいと。で、まあゲームがあると、まあごちゃごちゃするんで、ゲーム動画を、まあポンコツ実況、ポンコツ実況の方に上げていこうかなという考えです。まあ要は何が言いたいかと言いますと、TV はもう TV 系。そういうバラエティとかトークとかもう TV 系。で、ワンピースはワンピース関連。で、ポンコツゲームはもう僕もそこにゲームある。という運営方針にこれからしていきたいと思います。まあこれが成功するかちょっとわかんないですけど、まあ今までもあったじゃん。TV にゲームあげたりあげなかったりみたいないろんな時期があっての、今そう思ったので、まあ一応今後はそういう感じでやっていきます。で、あとミュージックやっぱもっと上げていきたいので、で、まあミュージックチャンネルじゃなくてこの間 TV に上げたじゃん。で、やっぱ TV の方がね、みんな見てくれるので、ミュージックは TV にします。要は TV はもう全部僕がやる歌含め、そういうバラエティとかトークとか、そういうネタ系。で、ワンピースはワンピース。で、ゲームはもうポンコツ実況。そういう感じでございますよ。まあただのそういう、自分の中の
解決しましたっていうのを報告した動画です。なんだよこの動画。まあこんな感じでね、まあなんかもっと自由度を上げようという思ったので、まあその報告でした。じゃあこれからそんな感じでいきますのでよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとう。明日も頑張ろう。バイバイ。あ、やべ取れねえ、よしよし。